1955年栗谷川平五郎は北海道名寄市出身のクロスカントリースキーノルディック複合選手戦前を代表する名選手の一人である旧正札幌第一中学校札幌鉄道管理局明治大学札幌鉄道管理局札幌一中から札幌鉄道管理局に入り1928年の第6回全日本スキー選手権 大会クロスカントリースキーの個人 30km とリレーで優勝。その後命題に進み、1929年から31年までの全日本学生スキー選手権大会の個人 18km で3連覇したほか、1930年の全日本スキー選手権大会のノルディック複合で優勝する。1932年レイクプラシュートオリンピックでは、 クロスカントリースキー個人長距離と個人耐久ノルディック複合の3種目にエントリーする。個人耐久は途中棄権したが個人長距離では日本人選手最高の12位に入る。このジュニーは2002年のソルトレークシティオリンピックの男子5 0トルクラシカルで今広幸が6位に入るまでクロスカントリー競技の男子個人の最高位であった。ノルディック複合では 前半の距離で3位に入るが、後半のジャンプでは転倒などで順位を落とし、総合に10位だった。1933年には、ノルウェーオセロで開かれた、ホルメンコーレンスキー大会に、招待選手として、日本人で初めて出場を果たす。引退後は、札幌鉄道管理局スキー部監督を経て、北海道食料事業共同組合に勤務。 1972年札幌オリンピックでは競技運営副本部長を務めた。ありがとうございます。